お互いに剣道で一本でポンと決まることは少ない。こっちは継がないで面に行ったら絶対継がない方が早い。これがほんのちょっとでも足を継ぐとやっぱここは負けてしまう、ね、でここは一番いいとこだから剣道のもう鋭さが全く違う。そのために左足が大切だって。動いてる、全部動いてる、チコって動いてる、全部これ動かさないようにしないとダメです。はい。左足をよく見とけよ。ついてるだろ足ね。はい。いいやったー。はい、よーし。はい。あ、まあそこまであんまり動いてないんだけど、必ず動くんだよね。はい、小田、動かさないでずっと。はい。3本でいい、3本で。いやー、はい、この足さばきが、ね、お互いに剣道で1本でポンと決まることは少ない、ね、でこれがお互いの合い目になった、バーンといってこう打って次の後打ちになる。その時にさっきの奥村の足を継いで面、こっちは継がないで面に行ったら絶対継がない方が早いね。ね、まパンパッと次パンといけるかどうか。これがほんのちょっとでも足を継ぐとやっぱここは負けてしまう。ね、でここは一番いいとこだから剣道の。ね、だから円を切らないで相手との攻防の中でお互いにパーンとなったら円を切らないでパンで打つ。ここが一番、これが小手も面も、またはここからパーンと来た相手が面に来たらパンパンとしても左足をずらして受けるのか、ずらさないでパンパンっていくのかではもう鋭さが全く違う。そのために左足が大切だって、ね、これは一足一刀の間からね、やーっ左足をついで面、これは誰だって打てるんだね。で前後期ってほとんどそう、ほとんど切り返しでもこれからやーってここせっかく一足一足入ってるのにここからやーって入ってもうここまで入ってるの本来は。で本来はここなんだよ、ね、ところが皆さんここからやーめーってここで打ってるの、ね、じゃなくて切り返しなんか特にこの一足一足からベンと打ってメン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 といったらそのまま左足を継がないでメンっていかなきゃいけない。でもう一つ今1回で終わったけど切り返しの最後一番いいのは最後2回目メン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 とここまで持ってこなきゃいけないね。だいたいやーでここで抜いて足をフォッとした瞬間呼吸してるのほとんど先生が、ね、そしてメーンと言ってメン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 メーンいやーメーンってやるのが普通多いの外もね。でもこれをやっていたんじゃ先ほどのメーン次メーンっていうのは遅れてしまう、ね、だから切り返しなんか一番大切なの相手の右手をしっかり打ってるのかどうか、ね、前をして足を継がないでいってるかどうか、切り返しの終わった瞬間に円を切らないでそのままパンと斬新までしてるのかどうかというところを これから切り返し入るけどもしっかりと毎日の稽古の中でやっていく。これがどうしても足が継げない、ね、継ぐ人はちょっとだけ前を詰めてやってみる。ね、できる人だったらこの触れるか触れないかのところでずーっとパンといけたらいい。もう先生もなんか届かなくなるんです。昔はか軽く届いてたんだけど、ね、やっぱり衰えてきます。で休めば休むほど衰えてくるから、ね、
でそこを自分で極力努力して、ね、自分の周りを少しでも離れたところからいつものように打てるかどうかということを調整していかないと。で呼吸も一回一回呼吸してから行ったんでは遅いよね。技で相打ち呼吸してないんだから、した方が負けだから。疲れたって時に何ここで行くんだっていうのはめめ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 という傾向を切り返しからやってたら普段でも持つんだ。まあそういう傾向ね、基本だけどもこの基本が一番大切なんだ。そこを忘れないで、入っていこう。いいか。はい、はい、足さばきを注意していこう。はい、こうやってね、やっぱこれは一つぐらいでアップに行かないと。山本の場合こうなってる。はい。ということは前がこうなってる。でこうなったら普段より遠いところだから。はい。こうだから。なお届かないでしょ。はい。正しく構えていかない。はい。構えを大きく大きくね。はい、腰がちょっと引けて、もう手が置かないからこうなってるから、はい、乗らないでグッと引きつけて左腰をサッと入れて思い切っていこう。はい。